フライフライ釣りをする人。フライとは釣りに用いる疑似餌の一種、西洋の毛針のことであり、種としてフライフィッシングで使用されている、ニンフとも呼ばれる。フライは淡水魚や海水魚が捕食する可能性のあるあらゆる種類のものを表現するために作られた疑似餌であり、その対象は水生昆虫、陸生昆虫、甲殻類、禅虫、小魚、植物、 果肉、魚卵、小型爬虫類、両生類、哺乳類、鳥類などである。元々のフライは、様々な重毛、羽根、スレッドと釣り針で作られていたが、現代のフライには天然及び人工のまさしく多種の素材が使われている。20世紀中頃までの初期のフライフィッシングにおいては、フライフィッシャーのクリールに魚をもたらす能力から、効果的なフライパターンは、 キリングフライズと言われていた。19世紀中頃までには数千種類のフライパターンが考案されていたが、今日ではおそらく数えきれないほどの種類が存在している。フライルアーは餌を模倣するというより、むしろ好奇心を刺激するためにデザインされたフライを表現するイギリスでの用語である。フライを製作すること、及びその方法をフライタイイングという。 最古のものとして知られているフライのイラスト、フライ及び、それを使う釣りは、太古より行われてきた。その知られている最初の文献は、西暦200年頃にアエリアンが書いたとされる博物詩であり、その中ではマケドニアのフライについて論じられていた。1496年には、修道ジョジュリアナ・バーナーズの作とされているザ・トリティス、オンフィス・ヒン・ウィズ・アン・アンルが出版され、 その本には、ロット、ライン、フックの作り方や時期に応じて使用する、様々なフライの仕上げ方が含まれている。おそらく、アーティフィシャル、フライという用語の書出は、アイザック・ウォルトンの、超魚大前、ザ・コンディート・アングラーである。オ、oh、ー my good master, this morning walk has been spent to my great, pleasure and wonder, but, I play, e n a l I have you a direction how to make artificial f l i e s like to those that the trout loves best, アーシショウ。今朝の散歩はとても愉快で驚くべきものでした。いつ、あなたからあのマスが大好きなフライの作り方を、習えるのか、私は祈るより他にありません。様々なフライが描かれた本の口へウォルトンが、長魚大善を執筆していたちょうどその頃、 ジョン・デニーは釣りの神秘ザシークレッツ・オブ・アンガリングを出版した。それには最古のものとして知られているフライのイラストが含まれている。1800年代初期までにはトーマス・ベストの超魚技術論エイコンサイストリーテスオン・ザ・アート・オブ・アンガリングからの次の典型的な引用とほぼ同じような釣りの文献においてフライフィッシャーによって使用されるすべての種類のフライに 言及するためにアーティフィシャル・フライという用語が日常的に使われていた。The Art of Artificial Fly, Fishing, Certainly has the pre, Eminence, Over the other variance methods that are, used to take fish seas in the art of angering, Fly Fishing の技術は釣りの技術として魚を取るために使われる他の様々な方法より確実に卓越したものである。 フライという用語は飛ぶ昆虫を模倣したものを指すものであったが、1800年代中頃にはずっと広い範囲の模倣に対して用いられるようになった。ザタームフライズはプライドバシー・フィッシャーマンツー・エサーテン・アレンジメントオブフェザーズ、ワックス、エトセトラ、ウィッチ。I am about to describe the manufacture of and which may be used with considerable バッセ、アンドポラックフィッシング、I am not disposed to sink, however, that such baits are, ever mistaken by the fish witch they are, intended to capture for flies, but the number used, the way in which they are, mounted, with, several on one to race, and the method of their progress, through the water, rather leads me to the belief that they are mistaken for, A number of small fly, and treated codingly, fly という用語は海。釣り師たちによって、私がまさに説明しようとしている羽や郎などのある種の処理について用いられ、そしてそれは、サバスズキポラックなどの釣りにおいて、注目に値する成果を伴って使われているので、あろう。考える気はしないが、そのような餌はそれを捉えようとしている魚に、いつも間違えられている。 しかし使っていくにつれて、捕食の仕方、つまり一回のトレースで数度フライを捉えようとすることや水中での動き方から判断すると、むしろたくさんの小さな虫と間違えられてそれ相応に扱われているということを私に確信させる。大型のパイクフライのイラストフライフィッシングにおける重要な概念は、釣り人がフライを魚に見せた時に、それが魚の食べ物に似ているということである。 例えば、カゲロウドビケラカワゲラなどのような水生昆虫は、フライフィッシングの初期の発達期では似せて作られる、主要な魚の食べ物であり、どのくらい似ている必要があるかということについて、考え方の異なる流派が常にあった。1800年代の中頃から終盤では、少なくともマス釣りにおいて、形を重視するフォアマリスツと色を重視するカルリスツという流派があった。 今日では、どのような特定の食べ物に似ていないにもかかわらず、魚のあたりを呼び寄せることから、いくつかのフライが、理論的には、アトラクターと呼ばれている。しかし、ポール・シュレリーは、フライのデザインの模倣理論について、多く書かれている。アメリカン・フライ・フィッシング、エイヒストリーにおいて、すべての成功している、フライパターンは魚にとって何らかのものを模倣しており、 実際に完璧なイミテーションこそが魚の当たりを呼び寄せると説明している。現在のフライパターンは、トラウト、サーモン、バス、パンフィッシュパイクなどの魚種や、ソルトウォーター、トロピカルなどの分野といった、あらゆる種類の対象について文書化されているので、それらの大部分は単に、イミテーション、アトラクター、その他のように多易く分類できない。 歴史的背景に研究する場合を除くと、釣りやフライフィッシングの文献において、アーティフィシャル、フライという用語は今日ではたまにしか使われない。これは、フライという用語がアーティフィシャルフライの意味で、フライフィッシャーに定着しているだけでなく、一般の釣り人にも同様に理解されているためである。新しい考えと技法を解説し普及させたフライタイヤーや釣り用具の販売者らは、 文献の著者として、この200年の間に、フライの種類をかなり発展させている。さらに加えて、フライフィッシングの人気が、新しい外国産の対象魚へと世界的に広がるにつれて、新しいフライやその種類が生み出されるようになっている。これらの種類のいくつかには細分化された類型が、たくさんあり、トラウトフライが際立っている。その上、どのような特定のパターンでも、 分類の仕方次第では、多種多様のものに当てはまってしまうだろう。説明に役立つ実例を伴った以下の種類は、次に挙げる大手のフライ販売業者の商品に由来している。ありがとうございます。